もったいなくて使えてなかったけど、そろそろ使うか。前回の走行よりギミックの見直しということで、今回はフロントギミックを修正していきますって言っても、構造自体それほど変えずにバンパーの素材を一部変更していきます。 FRP プレートで作りましたフロントバンパー、プレート自体よくしなりやすく、スタビに関してもより内側に入ってしまっているため、今回は思い切ってカーボンプレートを使っていきます。では一旦バンパーを分解、ファーストモデルまで分解しましたら、この FRP プレートをカーボンプレートに変更していきます。っていうけど取り付けられる穴というのがないので、このパーツなんかちゃんとした名称があるといいんだけど、この位置でカット。そして中央付近の穴に 1.5mm スペーサーを挟んで取り付け、一旦これで取り付けてみると、ファーストモデルの形というのが出来上がりますので、あとはこれらのスペース、これってちょうどさ、スプリング通してみたらなんかスライドダンパーになりそうだな。あ、やっべー、ちゃんとスラダンになってるじゃん。はい、ということでまさかの新 AT バンパーサードモデルが完成です。そうするとピボットつけてフォースモデルとかできるけど、はい、こんな感じ。もともと FRP プレートで作っていたものにカーボンプレートを接着剤で貼り合わせたもの、以前のものよりスペースがあるので可動域もかなり取れていますが、スラダンと合わせてみるとなると、やっぱりバンパーギミックすぎるよな。ということもあってゴム管を入れてほぼほぼ稼働させないようにしました。それではあとボディダンパー取り付け位置が変わりませんので、そのまま取り付け、最後にローラーセッティング。今回は 98mm の2段ローラー、車検ボックスにも収まりました。あんまり稼働しすぎて嫌だったらサイドローラーとかつけてみようかな。はい、これでフロント新 AT バンパー修正が完了です。ボディダンパーの開閉については、従来のものと比べて180度開閉することもなくなったので、これでまた様子を見ていこうと思います。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。